じゃあ、はい。早速。はい。あ、石ころさん。ありがとうございます。早い。ありがとうございます。そうですね。いる人から読んでた方がいいですね。じゃあ、はい。いきまーす。はーい。いきまーす。トニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしをコンセプトに番組をスタートしています。 MC は私トニーとミキサーのマナミンさん2人でやっていきます。こちらの番組は FM ギノワンの収録放送となっております。リアルタイムではご家庭のラジオやスマートフォンアプリリスンラジオ、車のラジオなどにてお楽しみいただけます。公式インスタ箱庭アンダーバー527にてメッセージなどをお待ちしております。ご自身のお好きな場所でドリンクとフードを楽しみながら約25分間お付き合いください。はい、ということで2本目撮っていきます。はい、お願いします。はい、これはもうなので9月の違ういつだ20日ですね。ありがとうございます。なりましたね。はい、ちょうど先週あの生年月日を書いてくださいっていうことでちょいちょいみんなが書いてくれてたので、はい、あの分析していきたいと思います。はい、そうちょっとコメントを読めない場合もあるんですけど、はい、ありがとうございます。すごい石倉さん、こんな夜中におじさんが軽やかに爽やかに再び登場しましたよっつってカーブボーイさん、トニーちゃん、そのエド、プリンセスマリンちゃん、なんだっけ、皆さんこんばんは、こんばんは、なんだ漢字が読めない。台風はどうなってますかね。ね、気になりますね。はい、確かに。どうなったんでしょう。まああのぜひ台風の時でもラジオをお楽しみください。台風の時こそぜひラジオをお楽しみください。はい、お楽しみください。はい、じゃあですね、なんだっけ、先週コメントくださった沖縄大好きさん、カープボーイさん、かっちゃんさん、石ころさん4人いらっしゃるんですけど、はい、今いる時点でカープボーイさんと石ころさんが、はい、いらっしゃるのでその2人を、そうですね、はい、いきますか。カープボーイズ、そうでもこの4人の共通点があって、はい、負けず嫌い。おお、え、すごい、4人共通することなんですね。そう、4人共通すること、負けず嫌い、自分のペースで頑張りたい、お得が大好き。あ、結構ありますね。はい、っていう感じ。あの、なんだろう、この3パターンで最初に分類できるよって話をしてると思うんですけど、うん、この3パターンのその分類がみんな一緒みたいな。はい。そうそう。っていう部分が、そう。ついでに、まなみんさんも、はい、そこの部類に。はい、じゃあ5人ですね。入ります。そこの中に。はい。すごい。で、カープボーイさんが、この、マイペース、自分のペースを乱されるのが嫌っていう個性なんですけど、うん、この一番その、マイペース。はい。の部類に入ります。で、結構この腰がどっしりしてるんですけど、自分がやるって決めたことっていうか、ゴールが見えた瞬間に走り出すことができる人になります。で、全体を見ることができるので、経営者向けって言われてます。で、エネルギッシュで世話好きな人が多いです。はい。こんな感じです。すごい。ざっくり。です。で、次が、誰だ？石ころさん、石ころさん。石ころさんも同じ、あ、そうだ、さっき話しましたした、カープボーイさんと石ころさん一緒っていう話。そう、そう、なんか、またさらに共通点があるんです、ね、そうそう、なんか、どう、なんか、この3分類が地球、月、太陽で3分類で分けるんですけど、その後に動物を12パターンでまた分けていくんですけど、うん、その動物が一緒になります。で、その、本質と、表面と意志って動物がまた3匹で分かれるんですけど、うん、本質と表面が、うん、あの石ころさんとカーブボーイさんは一緒になります。そう、着ぐるみが、うん、そのなんだろう、
情報収集が好きだったり、うん、あとは、寂しがり屋で和を乱す行為が苦手っていうのが、うん、そう、共通点、一緒です。はい。すごいですね。そうなんですよ。このわずかな人の中に。そう、まさか二人同じみたいな。っていう感じで、次、かっちゃんさんですね。じゃあ、はい、かっちゃんさんは、あ、まなみんさんと一緒。あ、そうそう。はい。本質まなみんさんと一緒で、なんだろう、長期展望型っていうんですか。うん、なんか、長い目で見れる。あ、そう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 、長い目で見れるっていう感じ、人です。物事を長期で考えられる人です。うん、で、なんだろう、あ、そう、まあまなみさんコアラって話をもしてるんですけど、うん、この野生のコアラって24時間中20時間昼寝して4時間動くっていうのを生活があるらしいんですけど、うん、その中でその4時間動くっていうのは動くための20時間休んでるっていう、だからこのベストパフォーマンスを出すためにこの休むっていうこういうスケジュールの中に入れないと頑張れない人っていう、うん、感じ。そう、まさにそう、そうだなと日々感じてます。かっちゃんさんもじゃあそんな感じ。あ、そうです、そうです。で、結構このなんさっきこの長期展開って言ったんですけど、うん、その頭の中でこの想像したり空想したりするのが結構多い人がいるんですけど、はい、なのでこの返事とかも一回考えて返事をするから、意外とワンテンポ遅かったりっていう。私はもうまさにですね。だからあれ聞いてるかなって思ったぐらいの時に返事が返ってくるみたいな人が多いイメージです。そうそうそう、はい、当たってるやんって。お、嬉しい。かっちゃんさんなんかでも結構アクティブに、うん、なんか動いてるイメージ、なんかあんまもう寝ずに、あ、なんて遊ぶっていうか、この自分のやりたいことやってるみたいなイメージがあったので、うん、ああ、多分それがオンの状態じゃないですか。オフの状態の時に、うん、要は充電切れて、もうお家ではなんかもう家事も洗濯も後からみたいなタイプ。そう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 っていう人かな。考えてからコメントやってしてるって。嬉しい。そうなんですね。嬉しい。で、沖縄大好きさんがいないけど、読んでいいかな。ね。なんか後でちょっとね、聞いてくれたら。確かに。いいですね。で、その、沖縄大好きさんは、今読んだ人たちとまたちょっと違って、なんか、今読んだ4人の中って結構石橋を叩いて、進んでく人たちなんですけど、沖縄大好きさんは楽しい、ことが大好きだから、うん、面白そうって思ったら軽くパパパって、うん、はい、行くっていう。あ、じゃあこもう なんだろう、行動力は、あ、そうです、あります、ね、結構ある方なんですけど、うん、このなんだろう、短期集中で物事を、はい、を進めていく人です、うん、だからこの長期でやるってよりかは短期でできる人です、うん、そう。で、なんだっけ、このさっきの、あ、かっちゃんさんとカーブボーイさん、違うな、かっちゃんさんじゃないね、ごめんなさい、石ころさんとこのカーブボーイさんは、現場で動くっていうよりは現場で指示出しをするっていう役職っていうか、このなんていうの、仕事の役割的には合ってるんですけど、うん、沖縄大好きさんは現場向きで、そうそう、自分が動いてくっていう、そう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 っていう感じの方です、そんなのもわかるんですね。そう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 っていう感じです。こうなんか5人やったのにまさかの全員この、ね、あ、そう、このアースっていうんですけど、はい、そうそう、アースの人たちは、うん、なんか区切りの世界で生きてるっていう、区切りの世界だから、私とあなたは違うっていう考え、だから例えばなんか遊びに行く時とかも何時から何時まで遊ぶっていう時間を決めてくれた方が助かる人。あ、最近すごいわかります。なんか、うん、そう、なんか自分は開けといてって言われても丸1日開けれるんでしょ、うん、そう、だから
何時に帰るっていう感覚もなくって、うん、好きな時に帰りたいっていう感じなんですけど、うん、多分そのアースの人たちはそうじゃないみたいな、もう何時から何時みたいなっていう、そう、特にこの石ころさんとカープボーイさんに関してはラッキーアイテムが手帳とか時計だったりするので、そうだからもうスケジュール感覚管理がすっごいきっちりしてる人らしいです。そうなので、このなんだろう、この個性、まあちょろって話すと虎なんですけど、このトラさん、そう、トラさんって結局気質が社長なので、そうやっぱ社長って時間に追われてるっていうイメージがあるじゃないですか。そうそう、なのでこのトラさんの時はもう何時に帰るっていうのを先に言っとかないと、うん、そう、あの逆にそれでストレスを感じてしまうっていう。あ、いつまでやるのみたいな。そう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 。っていう感じです。はい。そうそう、すごい。石ころカープボーイ沖縄大好きかちゃんまなみ似合わせて私めたい負けてないんじゃんナイス、いい感じで揃いましたね。すごい。でそんな石ころさんから、はい、石ころさんとカープボーイさんは司令と、沖縄大好きさんは現場担当、はい、じゃあかっちゃんさんと私がどこ担当になるのって来てるんですか。現場で動くことはでき、うん、現場で動きながらもフォローしていくタイプです。なんか戦国武将でいうと一番最初に敵が攻めてきたら、うん、とりあえず走っていくのが沖縄大好きさんで、あ、なんか沖縄大好きやられたよどうする、とりあえず武器持ってから行くかっていうのが、あの2番手の孫のまなみんさんと、そうそう、かっちゃんさんっていう感じ。その指示を全部出すのが、そうです、この石ころさんと、そうそうです。で、あとまたあと別で、あのいるんですけど、うん、これをあのジャッジするっていう審判っていう方がいるんですけど、そう、だから職場にその4タイプがいい感じに揃ってると現場がうまくいくっていうか、そうそう、だからそのなんだろう、沖縄大好きさんみたいな方が全員いると、うん、もうそのみんなこのバリバリ動いてくから、その司令塔がいなかったりとか、うん、このこれがいいものなのか悪いものなのかっていうジャッジが、そう、できなかったりするから、そうそうそうっていう職場も多かったりするよね。じゃあなんかそういう沖縄大好きさんみたいな、もう、そう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 、人たちだけでもあれだし、そうそうそうだし、この司令塔ばっかりいても、そうそうそう、営業できる人がいないみたいな、そうそう、そういうのも意外と見ていくと面白いよねっていう話。そう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 、この様子見を見るっていうか全体的なバランスを見たい人で、私も結構そうなので、そうそうそう、なので結構あの何だろう、部屋の隅っこで何かじっとしてる人がいたら大体そういうタイプが多いみたいな、そうそうそう、見る、そう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 、で何かそれも何かその、あ、個性出てた。そう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 。そう、すごい。すごい。カープボーイさん、漫画司令塔になるから。あの現場担当に来なさいよ。例えばじゃあこういう風に司令塔の人が現場に行くとどうなるんですか。あ、でもその行けるっちゃ行けたりします。そのやっぱりその3パターンの動物で持ち越されると、そのだから沖縄大好きさんが持ってる個性を持ってたりしたらいけるっていう、そう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 っていう感じです。そう、カープボーイさん、じゃあ FM 機能のリスナーさんのバランスが取れてるってことなのか。そう、意外と取れてるかもしれないです。でもなんか私が今までパッて見てきた中でみんなそのアースグループが多いなって思いました。はい、なんか他のリスナーさんもちょっと聞きたい。ぜひ。なんかね、また新たなリスナーさんぜひいたら教えてくれたら、はい、気になりますね。ということで一旦曲を挟みたいと思います。はい、なんだっけ、ヒゲダンのミックスナッツです、はい、お願いします。そう、久々にヒゲダンって言葉を使ったので今ヒゲダンで当たってるけど勝手ながついてしまう。
そうなんです。そうでも確かに私めっちゃ最近その時間のあれ思うんですよね。その結構もともと予定を詰めたタイプなんですよ。なので最近は意識して一応開けるようにしてるんですよ。この予定と予定の間を、その時は例えば30分とか収録の間は30分とかっていうのに開けるようにしてるんですよ。前までなんかそれができなかった。なんか絶対疲れません。あ、そうそうそう。で、だからってなった時に、その、ね、やっぱ時間が分からないとあれじゃないですか。そう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 。これ何時までみたいな。そう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 。っていうのが、分かるっていう。あ、そういうことかって今。思いますね、で、なんか例えばなんかレストランのこのメニューの決め方とかも、うん、自分みたいなタイプだったら、うん、そのなんだろう、一緒に食べたいみたいな感じ、うん、だから一人一品ずつ頼んでみんなでそれをシェアしようねみたいなのができるんですけど、うん、なんか自分が食べたいの食べたらいいじゃんって思う人たちがもうここにいる人たちみたいな、うん、あ別に一口ちょうだいって言われたらあげるけど、うんうんうん、そんなみんなでシェアするまでかみたいな自分が食べたいの食べていいじゃんみたいな。そう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 。って思うタイプ。そうそう。確かに。で、なんか結構この講演会のネタで笑いネタになるのが、なんか居酒屋とかで刺身とか出てきたりしたら、このアースの人はまず、なんだろう、刺身の枚数数えてる。この前そうでした、まさに。うん。だからそうです。一人何個っていうのが、アースの中では入ってるみたいな。はい、そうそうでも、はじじさんとか、きらなさんとかは、もう食べたい時に食べればいいじゃん、みたいな。そうそうそう。これ美味しかった、もう一回、みたいな。そうそう。下に行こう、みたいな。これはあれですか、アースタイプの人ですか、今この数えるのは。あ、そうです、そうです、そうです。区切り。みんなですか、みんな、このツイキャスにいらっしゃる。そう。ただみんな、とりあえず個数を数えるみたいな。そうそうそう、面白い、パッと見てなんとなく数を数えちゃうね、何個食べた、数えますよね。そうそう、だから私もこの前4人でご飯行って、うん、刺身が出てきて、うん、でも種類が3個くらいあるけど3枚ずつだったんです、うん、あ、これはどうやってなんか分けるんだろうって考えながら、でも周りの人たちはみんなこう思い思いに見て撮ってったから、そう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 、そんな感じでいいかって言って食べてました。な、自分は聞くんですよ、最後に。一応一人ずつ当たるよな、でもこれどうするんだろうみたいな。でもなんか、ああでもみんな好き嫌いあるよなみたいな。でめっちゃなんか一人で考えてる。あ、なるほど。そうそう、同じ考えるでも考える視点がやっぱ違います、ね。そう、違います。そう、なんか焼肉とかに行ってもなんか、うん、みんなのために焼いてあげるっていうタイプだったりするけど、でもなんか自分で多分焼きたい人たちなんですよ、このコメント欄にいる人たちって。そう、なんか自分の前 にそうやお肉置いてて、終わったかも。あ、終わった。はい、ちょっと待ってくださいね。じゃあそのまま、ね、はい、 BGM かけ、はい、お届けした曲はオフィシャル的ヒゲダンディズムのミックスナッツでした。ちょっと、ね、あの曲中のトークに盛り上がりすぎて、このまま1曲かかっちゃった。すごい。そうそう。っていう、はい、この焼肉屋さんの話でしたね。話でしたね。そう、このコメント欄にいる人たちの話をひたすらしてたんですけど、はい、このなんか区切りを大事にしてるから、自分の目の前で焼いてる肉は自分のみたいな。ああ、そう。なんか自分の。お肉はもう自分で。あ、そう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 。あ、そうです、そうです、そうです。おー、まさにそれですね。なんかトイレ行ってる時に、なんか、あれ、肉がないみたいな。誰みたいな。で、たまに、でも、みんなの分焼きたがる人もいるじゃないですか。あー、そう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 。ってなった時に、ってなって、そのみんなの分焼いて、うん、この、ポンポンポンって置いてくれる分にはまあ嬉しいんですけど、できることなら、なんか、もう、このお皿にあるお肉、私の肉、お肉は全部これ。あ、そうそうそう。自分で、自分のペースで焼くのが、そうそうそう。ですよね。そう。だから誕生日プレゼントも、この前多分話したんですけど、はい、現金とか商品券が大好き。っていうか、自分で選びたい。みたいな。自分で選びたい。みたいな。もちろんもらっても嬉しいんですけど。選べるものなら自分で、みたいな。確かに、選べたら一番嬉しい。そう。だからそういう意味で、ギフト券。
が無難だよねみたいな。皆さんどうでしょうか。ツイキャスの皆さんどうですか。頭の中にちょっとね思い浮かべてるかもしれないです。微妙に足りない数の時ドキドキする。わかる。私も逆にだから焦りもあどうしようみたいな。でも相手に譲るのが先かな。まあ、食べたかったら食べたいって言うけど。そう面白い。そういうところにも現れてるんですね。はい、そうなんです。だからそういうのをだから考えてること自体っていうか、その先に出る価値観が違うから、でそれをなんか周りが一緒ってみんなが常に思ってるから、うん、なんでこの人はこういう考えができないんだろうって思って、うんことって多分あるんですけど、うん、そもそも考えるきっかけっていうか、この何視線視点が違うからだよねっていう、そう黙秘しますっていう、そうってなったらやっぱり、うん、そうですね、なんかそういう、そうなんていうんですか、絡む人たちもそういう風にね変わってくるのかなと思って、あ、そうです、ね、ご飯行く時もそう。そう焼肉行くときはみたいな、ちょっとなんか私があれです、ごめんなさい失礼しました、はいっていう感じです。マイクが来なくなっちゃった。え、嘘。あ、OK、いや、よかった。そうなので意外と見るだけでも面白いっていう、そうですねそう、だからここに残りの2タイプがいると意外と話が盛り上がったなっていう。あ、そうですよね。一回ね、キーダナさんの月に。なんかちょっと多分弱い。はい。あ、オッケー。ゆるくなってるかもしれないですけど。そう。あ、トミーさんはどのタイプになるの？って私はムーンタイプって言って月のグループで、みんなのために頑張りたい人。っていうタイプです。そうだからこの話し方もこの相手のことを思ってるからめちゃくちゃ話が長くなるんですよ、オチまで。そうなるほどっていう。でそのアース、コメント欄にいるみんなは、はい、結果が先に知りたいから、うん、オチを先にもらって、オチをもらった後にこの残りの内容を聞くっていうのが、うん、話の聞きやすさのベストっていう。そう、セーラームーンタイプです。セーラームーンタイプです。そう。はい、ということで、あっという間に時間もわずかになりました。はい、めっちゃ早い。うん、意外と、やっぱ、分析すると時間は、ね、あっという間でしたね。でしたね。待ってよ。お知らせを、はい、イベント、そうですね。またありますか？あります。今月いっぱいあるので。あるらしいので。していきます。はい。9月22日の日曜日に11時から16時で、シェアハピネスというイベントに参加します。うん、これが宜野湾市の打ち止まり公民館です。で、こっちも結構占いとかキッチンカーとか出てくれるので、うん、ぜひお待ちしてます。で、9月の最後が9月26日の木曜日。歩くパワースポットのロビンソワさんが主催してる虹チェラマルシェ、これが12時から19時までやってて、伊佐公民館でやってます、はい、そう、私もいつも行きたいと思いながら、うん、なかなかタイミングが多いんですよね。行きたいなぜひぜひ、うん、盛り上がってますよね。なんか話聞くとこうなんかいろんな方が最近うん、そう。でも結構、イベント自体はゆったりしてて。そうなんですか？そう。でも、もう、本当に、なんだろう、まあ、ロビンソワさんの、この個性を知ってるから、わかるんですけど、うん、ザ・ロビンソワのイベントって感じがします。だから、この主催者でやっぱ見ると、なんかやっぱ、あ、この人個性出てるなとか、出展者で見ると個性出てるな、みたいな。のも見れるので、うん、最近はなんかそんなことばっかりしてます。だからたまにその出展者の個性分かる人だったら、うん、そのイベント出るときに、うん、この人はこういう個性だからこういうことしてて面白いよみたいな出展者紹介をたまにするっていう。そう。面白い。告知の仕方ですね。そう。
で、やっぱその私のこのなんだろうことをなんか応援してくれる人はやっぱ、あ、面白そうって言ってそこに行ってくれるから、で自分はそのそれがなんだろう人のために役に立つってなったらいいかなと思って発信したりしてるっていう、そう感じです。そうそうそうっていう感じな。そうですね。そう、はい、すごい。てかもうあっという間に9月も終わるんですね。早い。そう、私は来月誕生日なので、もう早く1年経ちました。そうですね。そうということで、もう、はい、もう来週、そうですね、はい、来週です、話し足りなかった分はまた来週に持ち越したいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。そう、石倉さん、あ、そうか、10月って言ってましたもんね。そうそうそう、一緒だ。石倉さん10月、トニーさんは1日です。1日、あ、1日なんです、最初ですね。最初、そうそう。だから来週、その来月の1日に、はい、あの、なんだろう、もうタヌキだけを集めた情報交換会やろうと思って、そうそう、自分の知ってるタヌキさんに一つ片っ端から連絡して。結構いるんですか？ちょいちょいいます。でもこのなんかタヌキの情報交換会したいって言った時に、うん、なんか羊の人が自分も来たいみたいな。だから羊が2匹います。タヌキタヌキタヌキ、羊みたいな。そうそうそう、そうそうそう。面白い。これやっぱタヌキだけで話したりとかしたら、なんかある、なんかあるんですか？なんかあるというか、なんかあるあるが多分あるぞ。そうそうそう。でもそのなんか本質がタヌキだけじゃなくって、はい、この表面のタヌキの人もいるので、本質がまた違うタイプの人もいるんですけど、はい、そう、基本的に大体なんかみんなタヌキと羊がいる、どっちかにっていう。そうそうそう。私は本質がコアラ。本質コアラで、はい、何だったかな、決まって。なんかペガサスの何とかでしたよね。そう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 。ペガサスがどっかに。それがめっちゃ印象的で、なんか。そう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 。ペガサスみたいな。ペガサス。飛んでる。でもあんまりなんか執着心がないんじゃないですか。執着ないんですかね。どうなんだろう。なんか。そう、緑の、そうなんですよ。緑のタヌキっていつも言われるんですよ。そう、本当に。あ、じゃあ石ころさんが、トニーさん、俺のをもう一回教えてちょうだいって。あ、オッケー。そうね。トラさんですか？そう、トラさん。トラさん、羊、コアラが入ってます。あ、コアラそう、入るんですか？入ってる。あ、で、なんかリズムが、あ、今年、あの、チャンス、チャレンジ、チェンジの年なので、なんかチャレンジしたいことがあったら、今年中にやったらいいと思います。あ、で、トラさんは落ち着きがある人。そう。で、この自分の生活圏めっちゃ大事にするので、結婚したら、この家庭を大事にしてくれる人が多いっていうイメージが、はい、あの、石倉さんの、トラさんです。で、そうだね、あの、発電機タイプなので、あの、お家は寝る人、お家は寝るところの人。寝るところ。ああ。そうそうそう。あ、でもリズム自体が2月まで流れていくので、そう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 。そう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 。トラ羊壊れ。そうですそうです。トラってなんか強そうなイメージありますけど。トラ、なんかそうでもない。でもなんか落ち着きがあるって感じです。なんか黒ヒョウとかチーターもいるんですけど、なんかあっちの方がなんかちょっと強いかも。強いっていうか、その勢いがあるかもしれない。トラはどっちかっていうと、そうそう、あの、なん、自分が納得するまでは、この、なんだろう、動かないっていう。で、自分がここだって決まった瞬間に走り出す人。そうそうそう。です。はい、当たってますかね。どうでしょう。ありがとうございます。はあ、触りますね。ありがとうございます。そのまま切れるはず。あと4分くらい。あ、4秒。